今年2月神戸で行われた20キロ競歩の日本選手権、8月ハンガリーのブダペストで開催される世界選手権代表をかけた争いは熾烈な一騎打ちとなります。勝ったのは東京オリンピック銀メダリストの池田向希選手、2位には高橋英輝選手が入り、世界への挑戦権を手にしました。競歩には2つのルールがあります。1つはロスオブコンタクトというもので、どちらかの足は常に地面に接していなければなりません。2つ目はベントニー、前足は地面についてから地面と垂直になるまで膝を伸ばす必要があります。これらの違反がないかを複数の審判が目で見てチェックし、違反者は注意や失格を宣言されます。そんな競歩の歩くペースとはどんなスピードなのでしょうか。男子20キロ競歩の世界記録は1キロあたり3分50秒を切るペース、フルマラソンのタイムへ単純に換算すると2時間41分台でフィニッシュすることになるのです。市民ランナーの夢サブ3をはるかに上回るスピードの凄さを伝えるため、日テレスポーツは大会から特別な許可を得て並走撮影、オリンピックメダリストを輩出し世界トップクラスを誇る日本競歩選手を走って追いかけました。並走カメラと中継映像をミックスした特別版ダイジェストで日本選手権を振り返ります。大会当日は気温14度、雨が降り続ける悪天候、1周1キロのコースを20周する形式で行われました。第106回日本陸上競技選手権大会20キロ競歩男子一斉にスタートです。大会の解説席にはすでに世界選手権代表に内定している山西利和選手がいました。山西選手は東京オリンピックで銅メダルを獲得、銀メダルは今回の日本選手権に出場する池田選手です。去年の世界選手権では今度は山西選手が金メダル、池田選手は銀メダルでした。ライバルが出場するレースの展開予想は、ちょっと風がまた強くなってきましたね、まあ、こういう、ね、展開だと逆に混戦になることも予想できるので、まあ、理由がこっちはそれはそれで面白いかななんて雨が強まる中、トップ集団は序盤からハイペースで歩みを進めます。先頭集団が最初の 1km を通過、1キロペース4分を切るスピードで歩く選手を並走撮影。撮影するのはフルマラソンのベストタイム2時間53分台の番組スタッフです。走って撮影しないとついていけません。並走カメラで撮影した映像がこちら。前足を曲げずに着地し、そしてどちらかの足が地面についていなければならない競歩のルール、それらを守りながら細かいピッチで速く歩いていきます。先頭はまだ集団の状態で、東京オリンピックと世界選手権の銀メダリスト池田選手は抜け出す機会を狙っている様子を見せます。そして5キロ過ぎ、池田選手が仕掛けます。体力が奪われる向かい風の中で飛び出したのです。その狙いは、うまく、向かい風の歩き、追い風の歩きっていうのを、コントロールしつつ、主導権握れたかなと思うので、高橋選手と2人になった時に自分が向かい風行きますっていうことを言って、2人で行った方がやっぱうまく作っていけ、レースも作っていけるなっていうのは分かっていましたし、12月1月と合宿も一緒にやらせていただいてて、2人で引っ張るっていう機会も多くあったので、そのイメージを持ちつつうまくできたのかなと思います。
優勝争いは池田選手と高橋選手の一騎打ちの形に。日本選手権を6度制した実績がある高橋選手は、池田選手が向かい風でそこですごいペースを上げてくれて、そこで結構他の選手も僕もかなり体力を使ったんですけど、そのおかげで5キロではもうみんな多分ダメージが残って離れて、その後はペースも落ち着いたので、展開としては僕としてはありがたかったというか。まさにレースを引っ張る歩きを見せる池田選手、本人はこの展開に、途中4分ペースで行ってるぐらいでなっちゃったんで、まあ、もう一回切り替えて、最後、勝ち切ろうっていう、思いで、歩けたのが良かったなと思いますし、今回、レース20キロ通して、パドルが一度も出されずに、注意警告ゼロ前で、歩き切れたっていうところも歩型の部分も、うまく、改善改良ができている。自身の歩きに手応えを口にした池田選手、高橋選手との距離をどんどん離していきます。一方、高橋選手は注意が4枚ぐらいよ、僕は池田君は1枚も出てないんですけど、僕は4枚出て、まあ、ペース下げてもいいかなっていうような思いで後ろとの距離を見ながら中途半端に歩いてたら、最後もうちょっときつくなってしまって離れてしまったんですけど。そしてさあ、先頭池田君、まもなくフィニッシュです。今シーズンの世界最高となる1時間18分36秒でフィニッシュ。世界選手権の参加標準記録も突破し、代表に内定しました。2位に入った高橋選手は1時間19分7秒でフィニッシュ。こちらも代表に内定しています。レース後、選手たちは今日のレースの感想をお願いします。はい、やっぱりコンディションが少し風があったので、向かい風の歩きと追い風の歩きっていうのをうまく、使い分けて、体をうまくコントロールできたかなと思います。ここが、前半の、うまく、絞れたポイントかなと思います。ありがとうございます。今後の目標をお願いいたします。はい、今後はまずブダペスト世界陸上での、山西選手へのリベンジを獲得できたので、そこで、リベンジを果たして、金メダルっていうところを一つ目標にしたいと思います。本日もこういう天候が悪い中、多くの方々の応援が本当に力になりまして、選手どうも本当に、力になったなと感じています。今後も、日本競歩界どんどん盛り上げていきたいと思いますので、温かい応援のほどお願いします。結構難しいレースでしたが、プラン通り進められました。少し池田選手に頼ってしまった部分もあったんですけど、勝負なのでしっかり世界陸上に向けて頑張りたいです。世界陸上で本当にちょっと怖い気持ちもあるんですけど、しっかりチャレンジしたいです。ありがとうございます。奥に今回今日のレースは、5キロ過ぎからですね、池田選手が積極的にレースを動かして、新しい形を見せてくれたので、非常にそこはライバルとして刺激を受けたところがあります。高橋選手も後半ですね、風ある中しっかり粘って内定をつかみ取ったので、この2つですね、そこが内定に対してとても良かったんじゃないかなと感じています。東京オリンピックも含めてコメントから来たメンバーですので、この最初の3人に出演が決まったので、読みたファンとして頑張っていきたいなと思います。